はい、でこの桃太郎のね、どうなるのか、火が、そういうものがここでね、パーティーをしてたっていうことですよね。やっぱね、地味にゴミが落ちてますね。まあその人通りはまあないですけどね、まあ時間が朝なんで、まあちょっとね、若い人いましたけど近づいたら逃げたんで、はい、ちょっとこの辺がやっぱり増えてきますね。駅のこの辺はやっぱ地味にゴミが落ちてます。わあ、ね、ちょっとあれですけど、ね、謎なね感じでタバコかと思ったらマクドナルドのねフライドポテトだったという。まあやっぱバス待ちとかタクシー待ちでね、ちょっとこうなるゴミが。はい、今日はもう清掃員です。完全にもうねゴミがいっぱいあるのと、まあ前回分かったんですけどね、やっぱ暗いんでね夜行バス機をしないといけないのかなと思いますね。これも多分お菓子のね袋が、外飲み用のね、スナックというかおつまみがね入ってます。まあやっぱ自粛でね、やっぱ外でお外で飲むのかなと。今日はねひどいですね、ゴミが。
これね、あのほろ酔い、ね、お酒のやっぱこういうところに飲んで、ほら、はい、でこの桃太郎のね、どうなんだかやっぱ、まあ、これからねもう夜の街で。ね、中にねゴミが、みんなお騒ぎをして、やっぱりねこの朝方になったらみんなマスクをしてない人、マスクっていうか、まあやっぱお酒でね気の緩みでマスクをしてない人がちょっと目立つかなと。やっぱお酒ってやっぱそういう気の緩みっていうのが出てくるのかなっていう。別に飲んでもいいんですけど、やっぱりねそういう分があってやっぱ家でとかなるのかなっていう。まあお店のせいじゃないんですけども、個人個人のね気の緩みかなと思います。ドバドバゴミが、なるほどね。これはなんか子供が、子供用のカード、クラブのクラブのね、トンちゃん騒ぎがクラブね、やっぱ行くわけだよ、クラブのリストバンド。これは無理だな。うわ。やっぱおつまみ系が多いですね。前回もそうだ。最後の取りでございます。まあ青空居酒屋みたいな感じなんですよね。ここでもうみんな
夜な夜などんちゃん騒ぎをするんですけど、はい、前回はなかったんですけど平日だったんで、まあ、今回は本当にこんな感じで飲み物があるわけです。まあでもこれでもまだマシな方なんですよね。まあでもこれレベル3ぐらい、3ぐらい、まだ子がお家みたいになってるね。これはカードゲームが、今日はね、まあ、これでもレベル3ということで、多い時は本当に多いと。牛丼が立ってますけど、クラッカーとかね、そういうものがやっぱここでね、パーティーをしてたっていうことですよね。これでもまだ全然っていうか、まあ、この辺が多かったね、うん。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。